出すべきではなかったんだ。ただの伝承ではなかった。あれは和装だ。震えが止まらない。このカードを捨てなければ分かっているのに、どうしても。何もかもが遅すぎたんだ。私は今、クイーンズブラッドの生みの親であるニドラル・バモン氏の家の前にいます。これより突撃取材を敢行したいと思います。なんだこの匂い。ひどい匂いだ。ニドラルさん、いらっしゃいますか。大変なことになりました。ニドラル氏が死んでいます。死後どれくらいでしょうか。腐敗の状況からかなり経過しているようです。後日解剖の結果、死因はガスと判明。リドラル氏は飲まず食わずでクイーンズブラッドをやっていた模様。遺体のそばには無数のカードが散らばっており、っておいおい待てよ、あのカードってまさか黒部にも。ボイスメモはここで途切れています。リドラル氏は世界で1枚しかないカード、黒紅の女王を所有していましたが、遺品からは見つからず、第一発見者の記者が持ち去ったものと考えられています。以降その記者は行方不明。よってのシャットダウンを確認、再起動中、しばらくお待ちください。私は何を、あ、そうでした、カードバルトでクラウド様に負けてしまったのですね。あ、次こそは勝てるよう、さらにバージョンアップしておきます。ありがとうございました。おめでとうございます。ランクが先決の軍師になりましたね、クラウドさん。連絡船でお会いした天才バウターのレジーさんがゴンガガに滞在しているという情報を入手しました。軍師 VS 天才、素晴らしいパートになる予感がします。ぜひ挑戦してみてください。なんだクラウドか、こんなところでどうしたの。もしかして私とバウトしたいの。別にいいけど。やるならさっさと済ませましょう。
少し昔話をしようか。かつて美しく心優しい女王がいた。女王は民に愛され、女王も民を愛していた。しかし突然ある日を境に、女王は冷酷で残忍な性格に変わってしまう。まるで姿や声はそのままに、中身だけを入れ替えたかのように。それ以降、女王は民の命を使い侵略を始める。領土が広がるにつれ、民は死んでいる。ある日、苦しむ民の前に一人の魔女が現れた。その魔女は水玉色の不思議な力を操り、民たちを扇動し、女王を捕らえ処刑した。その際流れたプロデミ色の力、モンスターが生まれ、そして世界中に広まったため、これが黒紅の女王の物語だ。ただの昔話、伝承、言い伝えのはずだった。しかし彼女は実際にいた。いや、これから生まれると言った方が正しいか。もうわかるだろう、黒紅の女王だ。彼女をよみがえらせてはいけない。私ではダメだった。あとは君に託そう。そう、君だ、クラウド。ホーンテッドホテルで待つ。急いでくれ。ごめんなさい、ちょっと調子が悪いわ。ねえクラウド、黒紅の女王ってカード知ってる？世界で1枚しかない最強のレアカードなんだけど、実はそれと対をなすカードが存在するの。水玉の魔女っていう。ごめん、やっぱり今のは忘れて。疲れてるみたい、少し休ませてもらおう。